皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は僕自身のギター紹介、機材紹介ということで、1本目の動画では4本のエレキギターを紹介させていただきました。で、今回の2本目の動画では2本のアコギを紹介させていただこうかなと思います。エレキギターの方が興味があるなという方は、1本目の方の動画をチェックしていただいて、アコギの方も興味があるなという方は、こちらの動画もチェックしていただければなと思います。でも、まあ、同じようにずっと雑談ばっかりで、役に立つ内容は出てこないと思うんですけれども、興味がありましたらお付き合いくださいませという感じでございます。で、2本目の動画では2本のアコギを紹介するなんて言ってますけれども、最近僕はもうアコギしか弾かないんで、結構いろいろ喋ることがたくさんありまして、結構長くなるかと思うんですけれども、まあ、何度も言いますが、興味がありましたらお付き合いくださいませ。とりあえず1本目のこのギターはマーティンのギターです。機種名としては OOOC1。表記するとしたならば OOOC-1 ということでございます。買ってからネットでいろいろ調べてみて気づいたんですけれども、結構球数が少ない機種っぽいです。OOOC-1E とか、なんかそういった派生した機種ならばそこそこ見つけられたんですけれども、これと全く同じものは少し見つけられずに、球数が少ないというか、あんま生産してないというか、出回ってないというか、何でなんだかわからないんですけども、同じものがなかなか見つかりませんでした。OOOという少し小ぶりなこのサイズで、で、カッターウェイ、このくぼみですね。カッターウェイがついていて、で、元からピエゾがついていると。この3拍子が揃っているのが C1 だと思うんですけれども、なかなか同じものが見つかりませんでしたが、そんな感じの機種でございます。で、音色としてはやっぱりこのマーチンならではの完成度の高い音色でしょうか。低音もしっかり出るし、高の方もしっかり出るしと。音の分離がすごくいいですよね。そのそれぞれの弦の。なんかまとまって一つになってね、そのシャリリとグシャーと聞こえるんじゃなくて、ちゃんとそれぞれの弦がしっかりとはっきりと主張しているというか。なので、弾いててもかなり扱いやすくて、すごくいい感じです。で、今みたいに指弾きしてても、いい感じなんですけども、普通にストロークしててもすごく良い感じです。分離が良くて、すごく扱いやすい。で、音色ももちろん良いと。ストロークしててもすごく良い感じです。で、最近僕はギターを叩くことが多いんですけれども、叩くときでも、このね、ドスンという音とバシンという音がすごいバランスよく出てて、で、この弦とのバランスもすごく良いので、本当にもう一番気に入っているアコギという感じです。すごい扱いやすいです。とにかく扱いやすいです。で、買ってすぐに、このサドルっていうパーツを極限まで削りました。これ、どっかの動画でそんな話をしていると思うんですけれども、動画では分かりづらいかと思うんですが、本当、これ以上サドル低くしたら、もう音が出ないんじゃないかなというぐらい極限まで下げてあります。この白いパーツですね。サドルをバシンで取って、そのヤスリで自分で削るんですけれども、かなり削っております。で、ついこの間、このナットというパーツも交換しまして、これはリペアでお願いしたんですけれども、交換して、この弦の幅をクッとちょっと狭くしてもらいました。そして高さ自体もちょっと低くしてもらって、なお一層テンションが緩く、弦高も低くなったかなという感じです。この1弦をプリングするときに、このネックの外にね、この弦が落ちてしまう、弦落ちという現象が結構発生するのが嫌で、まあ、ナット幅を狭くしてもらったんですけれども、弦の幅か、ナット幅じゃなくて、まあ、それでなお一層、僕の理想に近づいたような感じでございます。
原稿も今かなり低くて、この1円玉2枚が12フレットにすっぽりはまってしまうぐらいに原稿が低いんですけれども、こんだけ低くしててもやっぱり。いい音になってくれるから、本当にマーチン様々って感じですよね。本当にもういいギターありがとうございますと本当に思います。ところどころやっぱり詰まってしまう部分があったりとかするんですけども、僕はこういう音を全然気にしないタッチなので、全く気にせずに使っております。で最近、その僕はトミー・エマニュエルさんというおじさんをですね、すごいこう崇拝しているんですよ。もう尊敬しているレベルで。で、その人の曲ばっかりコピーをしているんですが、やっぱりこう、ある程度原稿が低くないとちょっと辛いと。一回、そのおじさんが使っているメイトンというメーカーのギターを弾いたことがあるんですけれども、そのテンションは確かに高いんだけれども、そのね、弦が硬いというか、しっかり引っ張ってやるんだけれども、とにかくそのセッティングがもう整っていて、とにかく原稿が低いんですよ。だからテンションきつくてもすごい弾きやすくて、あ、これいいなと、こんな感じにしたいなと思ったんですけれども、できるだけそれに近づけようと思ったら、テンションが緩くて、弦高が低いだけのギターになってしまいましたが、これはこれで僕は気に入っているからいいんです。自分で聴いててもすごい楽しいですし、自分で言うのもなんですけども、聴いててもすごい聴きやすい、いい音色だと思いませんか。安いギターとかだと、その音が一つにまとまってしまうんですよ。そのシャリーンとか、ね、ガツンみたいな感じで、基本的にシャリーンが多いんですけれども。でも、このギターの場合は、6弦は6弦の音、5弦は5弦の音、1弦は1弦と、すごいこの分離がはっきりしているので、ベースのパート、コードのパート、メロディーのパート、この弾き分けがすごくやりやすいんですよね。ちゃんとそういうふうに、なんていうのかな。ベースだよっていう感じでピッキングをすればちゃんとベースっぽい音を出してくれるし、メロディーだよって感じでピッキングすればメロディーの音を出してくれるしと、そのレスポンスの良さがですね、本当にもう整ってて、素晴らしくて秀逸で、もうとにかく超気に入っております。そんな感じでございます。マーチンのトリプル OC1 でございました。もともとピエゾついてたんですけども、ピエゾは取っ払ってしまって、で今、このセイモア・ダンカンというメーカーのマグマイクというピックアップをつけております。このピックアップはマグネティックとコンデンサマイクの2系統を装備していて、でこのなんかダイヤルでそのブレンド具合を操作できるんですが、まあ、これでメインの弦の音と振動の音、このボディヒットの音を拾っている感じです。で、ここからアウトをして、タクにつないだりとか、アンプにつないだりとかしているような感じでしょうか。で、気合が入っているときは、もう1系統用意していて、あった、ほら、なんとここから弱が出てきた、わーっつってね、これ、シャッテンデザインのインサイド R というコンタクトピックアップは、この真裏ぐらいにその仕込んでありまして、これもくっついているからお見せできないんですけれども。仕込んでありまして、ここでそのボディアタックの音を拾っているという感じです。気合が入っているときは、この2系統で出力をして、よいしょっと。でもこういうタックとかにつないで、
そのマグマイクの音とシャッテンデザインの音を入れて、でこの EQ やったりとか、そのエフェクトを、ね、先導してリターンしたりとかして、卓に送っているような感じです。でも基本的にめんどくさいからマグマイク1本で適当に済ませます。そんな感じでしょうか。はい、同じ機種はちょっと見つからないと思うんですけれども、それっぽい機種だったらそこそこ見つかると思いますので、よかったら探してみてくださいませ。で、その次、ヤマハの FG110 という機種ですね。まあ、ヤマハはその FG シリーズというギターがすごいもう有名というか、基本ラインナップ、もうメインラインナップになっていて、今でも FC シリーズたくさん出ているんですけれども、基本的にここからサウンドホールから中を覗くとラベルが貼ってあるんですね。で、このラベルの色で年代を見分けることができるんですよ。赤ラベルとかオレンジラベルとか、ね、なんとかラベルという言い方をするんですが、その中でも一番古い赤ラベルの機種です。大体40年前ぐらいのギターです。72年製かな。72年製のギターなんで、41年前ということですね。で、その110というのは定価のことを示しているので、41年前に1万1000円定価のギターということです。ちょっと40年前の1万円ってどのぐらいの価値だかわからないですけれども、目安としては大学生の初任給ぐらいという話でした。なので、まあ、決して安いギターではないですよね。当時からしてみたら。あ、なんか割れてる。まあ、いっか。で、音色はどうなのかというと、結構ドンシャリで、ジョンガラジョンガラって感じです。下と上がとにかく強いです。ジョンガラとか、なんかドンシャリという言葉がすごく僕はマッチするなと思っているんですけれども、どうでしょうか。あと、強く弾いたときに、暴力的なまでに音量がでかいです。すごい爆音がドカーンと出ます。どういうわけだかわからないですけれども。セーブしているんですけれども、それでもこんぐらいの量が出ますね。これ本当にね、外とかで弾いているときに思いっきりバーンバーンなんてやると、まあえらい爆音ですよ。まあえらい爆音です。すごいなんか品のない爆音です。なんか下品な爆音です。決して上品ではなく、なんかこう叫んでいるだけみたいな、うおーっていう感じの爆音です。でもまたそれがね、すごくいいんですよ。さっきのマーチンと違って、そのトトトトとは間違えても言えないような音色で。すごくこう暴れるというか、ジョンガラというか、下品というかなんですけれども、まあ、それがまた一つの大きな個性になっていてですね、僕はすごく好きです。今は普通にストロークしてますけれども、やっぱり指弾きとかしててもどうしてもそのドンシャリみたいな感じになってしまって、ジョンガラみたいな感じになってしまって、品がない感じなんですけれども、でもまあこれはこれで面白いかなと思っています。こんな感じの、指で弾いててもドンシャリな感じ
で、叩いたときなんですけれども、結構この低音がボワーンとしてしまうんですよ。その。サスティンが長いというか、なんか、ドーンっていう、うーんが長い感じ。こんな感じの音色だとね、結構扱いやすいんですけども、このサスティンが長いと、アンプから出力したときとか、すごいこのハウリングの原因になりやすいので、やっぱこの辺も扱いやすいとは間違えても言えないギターになっております。一応システムとしては、これもこの辺にシャッテンデザイン の, そのインサイド R が仕込んであって、まあ、ここから出力をして、アンプに倒したりとか、卓に通したりとかやっているような感じです。けど、あんまりアンプに通して使うときにはこのギターは持っていかないかなという感じですね。さっきも言いましたけども、すごいこの、ね、低音が回ったりとかして、結構ハウリングの原因になったりとかして、扱いづらいと。でも、音はすごい秀逸です。すごいドンパンドンパンというこの抜けがいいですよね。この抜けは生音では最高なんですけども、なかなかアンプに出力したときにバランスよくならなくて困ってしまうなという感じでございます。まあ、普通に今、楽器屋さんで探してみても FG110 赤ラベルは2万円しないぐらいで探せばあると思いますので、よかったらこれも探してみてくださいませ。じゃあそんな感じでしょうか。結構アコギ2本に関してはしゃべることがすごく多くて長くなったと思うんですけれども、以上で1本目の動画と合わせて6本のギターを紹介させていただきました。一番新参者としては、まあ、このスクワイヤーになるんですけれども、他はまあ1年、2年ぐらいはずっと使っているようなギターで、もうね、動画とかで見たことがあるよという方もいらっしゃったかもしれませんが、まあ、改めて紹介させていただいた次第でございます。興味がありましたら、いろいろ探してみたりとか、中古探してみたりとか、同じものを買ってみたりとか、まあ、何か楽器選びの参考にしていただければなと思います。それでは、今回はここらで終わりにしましょう。また次回お会いいたしましょうか。あははは、は、うん、また次回お会いいたしましょう。それでは、また次回。さよなら。ふふふふふふふ。